はい、月曜日の朝10時、今からホテルをチェックアウトしてウィーンのホテルに移動ということで、ウィーンのホテルに2泊する予定ですが、今から、ウィーンに向かって約250キロぐらいでしょうかね、向けて出発したいと思います。これか、この車。今回ね、オペルコルサという小さな、まあ、小さくはないんですけど、それなりに大人2人で、荷物もね、たっぷり詰めて、なかなか優秀な車です。前回の DR に比べると、全くもうめちゃめちゃパワーもあって、まあ、そんなにエンジンは大きくないはずなんですけど、パワーもあるし、ハンドリングも最高に気持ちいい、車ですね。さすがドイツ車って感じですね。オペルコルサ、結構レンタカーでは使われている車ですね。さあ、このまま惰性で、ガソリンもほとんど入ってないので惰性で山を下ります。まあ惰性で十分だな。今回、最終が出たのが日曜日の、10時前ですかね、最終結果が、リザルトが出たのが、日曜日決勝終わってから、夜10時過ぎかな、10時ぐらいだっけ、それからやっとリザルトが出ましたけど、まあまあ、トラックリミット、もうめちゃめちゃですね、本当にあんなのあるからおかしくなっちゃうんで、もうドライバーにとってみればもうなんか、変なルールといえばルールですね。ああいう最終コーナーの2個目、結構もう昔からあそこ出るところの名物ではあるんですけど、あそこまでまあ、厳しくはなかったし、あんなにトラックリミットでペナルティを取られるのはちょっとドライバーにとっては辛いとこではありますよね。もちろん規則なんで出てはいけないという規則ですからね、規則は守らなければいけないところですが、まあ、下手にああいうのがある、出れちゃうんで、やっぱりこれ右だっけ、ドライバーとしては出れるところがあればね、もう出ちゃいますよね。だからもう本当に壁作ったりね、崖でドラッグリミットになったら崖に落っこっちゃって崖にしとけばいいんじゃないかと、まあそう極論ですけどね、思う次第ですね。そしたらドライバーだってね、トラックリミットを違反することないですからね。ガテに落ちちゃうわけだから、こういう風にね、このガテありますけど、これに落ちたらもうおしまいですから、だからそういう風にするぐらいの勢いでなんか対策を講じないと、なんかパンクイ競争やってるみたいで、障害物競争ですよね、もうほとんどね。なんかまあ、残念ながらね、今日本のね GT とかルマンも重量なんか何キロ重りつけてみたり、なんかそのモーターレーシングがものすごく今変わってきてる、時期に差し掛かってますよね。まあ F1 も今回、3時スタートで、ピットレーンオープンが2時10分で40分時間があるんですけど、もうVIP 用とお客さんの、まあ、セレモニー、まあ、お客さん用っていうかですね、何なんかよくわかんないんですけど、もうとにかくセレモニーに時間が差し
裂かれてて、40分間一体何してんだっていう、もうなんかその、なんかこう、緊張感も何もない感じ。まあ DJ やったりね、国歌斉唱やったり、まあ、そんなことをやってはいるんですけど、それがお客さんにとっていいものなのか、どうなのかっていうのはちょっとよくわかりませんよね。あ、なかなか綺麗な景色になってきました。ハイジの風景です。レースはレースで、ダッチファンが多いオーストリアグランプリ、まあダッチファンにとっては盛り上がったし、フェルスタッペンファンにとっても最高の週末だったと思うんですけど、まあ、F1 だけを見るとなんかもうさすがに同じいつもと同じみたいな、もう簡単に予想がついてしまう、レースを見てても面白くないっていうのが、僕の印象ですね。もうちょっとできれば他のね、マシン、まあハミルトンにしても、ルクレール選手にしてもね、サンチ選手にしてもなんかもうちょっとね、マックス選手だけに勝たせるんじゃなくて、そういうなんかワクワクするようなレースを見てみたいと思っているここ何戦かですね。まあ、昔、ナイジェル・マンセル、92年、僕が初めて F1 に行った、1992年はもう、マンセルの独壇場で、確かハンガリー、11戦目かな、11戦目でもうチャンピオン決まったのかな、まあ、それぐらい、最速に速いチャンピオンシップだったんですけど、まあ、その頃は、まだ、セナ、がいた時代で、やっぱりセナ、マンセル・セナの激闘みたいな、激突みたいなね、そういうなんかドラマがあったんですよね。で、マンセルも結構その、たまにおいたするドライバーなんで、そういう意味ではね、すごい面白かったんですよね。なんかもうマックス選手だともう完璧すぎちゃって、マックス・レッドブルってなんてなっちゃうともう、勝てる、勝たない要素がないんですよね、今ね。うん。置いたもしないし、今。昔はね、ちょっとマックス選手も多少置いたする傾向があった選手なんですけど、もう全然置いたなんて一切しないですからね。あの闘志たるものや、どこから出てくるんだという感じがしますよね。なんかこう、写真撮ってても、そのマンセル選手のそのフォトジェニックさ、やっぱりその、なんていうんですかね、人間っぽい仕草とか何かそういうのが魅力的なものがあったんですけど、マックス選手にみじんも感じられないっていうね、仕草とかね、感じですよね。そういうところがちょっとその一つか二つ、三つぐらい F1 に欲しいし、マックス選手にも欲しいし、なんかそういう感じがいたします。さあ、
っとそろそろね、山も下って、おい、山も下って、ムーランの町ですね。町っつっても大した町じゃないですけど、町の麓に降りてまいりました。よいしょ。お、鶏が散歩してます。鶏くん散歩してますね。この間金曜日だっけ、金曜日か土曜日の夜、ここをちょっとスピード上げて走ってたら、危うく小鹿に衝突しそうになって、もうえらい目に遭いましたね。結構野生の動物によるこういうとこ走ると出くわすんで、ちょっと怖い時もありますね。鹿なんかに激突したものにはもう車は大破で、下手するところのフロントウィンドウを突き破って鹿が入り込んで僕らの体まで行っちゃうっていうね、結構そういうラリーとかね、結構僕の知ってる人ってやっぱりラリーズと、どこだったか、海外のラリー、インドネシアかどっかのラリーで鹿にぶつかって、でその人の車に飛び込んできてフロントガラス突き破って、もう重傷というかね、かなり危険な目にあったっていうのをちらっと聞いたことありますね。 なぜか鹿って飛び込んでくるんですよね。なんでなんですかね。本当にわざわざこんなライトをつけてね、夜眩しい物体に突進してこなくていいものをわざわざなぜか横切ってくるっていう。はい、やっと道らしき道に走っております、ただまだ高速ではなくてですね、これつい最近に、やっとできた
道ですね。ずっと工事してました。これあのこっちのザルツブルグとか方面は高速が途中で途切れてるんですね。でここもずっと工事して、まあこの今進行方向と反対側はもう全くあの一般道のちょっとままなんで、多分まあ何十年か後に、高速がウィーンからずっと開通するんでしょうけど、まあどっちかというと僻地ではありますからね。さあこんなこんなでですね、そんなこんなで、そろそろね、この一般道からもお別れして、高速このままね高速に乗っちゃうんで、高速に乗ったら、ウィーまで、もう高速一本で、走り切ることになります。続きはですね、ちょっとまあメンバー限定動画でですね、高速の風景をお見せしつつ、まあいろいろね、仕入れたネタとかね、お伝えしたいと思っております。それでは。